あの飛行艇はかなり警備が厳重そうだぞ。警察のファイル通りライレーが頭脳犯だったらあそこにいるはずだ。いいアイデアだけど、あそこに入るのは無理があるぞ。なんで？だってヤツに近づけないからさ。ライレーの飛行艇にたどり着くにはハイパーパワーチューブを通らなくちゃならない。感電しないであそこに行くにはパワージェネレーターを壊すしかない。そのためにはライレーの鍵があと2つ必要なんだけど、厳重にガードされてるようだ。なるほど。まさか俺には無理だとでも？やれやれ、僕は警告したからね。ルートの入り口にはホログラムマーカーを出しておくよ。それを追って目標地点へ行って。サンキュー。気にするなよ、大変なのは君。ジそれはオメガシールドだ。一度ミスしても大丈夫だよ。私から皆さんにお祝いを言わせていただきましょうか。昨夜ストーンマシーンが記念すべき50隻目の船を沈没させ、財宝はすでに運び出されました。作戦は実に順調かつ粛々と進んでおります。唯一問題を挙げるとすれば、船室での怠慢が目立つことであります。ボイラーを常時フル稼働させておくよ。役立たず怠け者でどうしようもないあなたたちがもっとちゃんと働いてくれれば、すでに100隻の船を沈没させているはずです。でもまあ50隻でもお手柄ですよ。その調子ですよ、その調子。扉は閉じた方がいい。ジャンプして四角ボタンを押せば閉められるよ。閉めた。エンジンルームに入ったぞ。僕の読みが正しければ、回転してるプロペラシャフトをたどっていくと絶対にライレーの鍵も見つかる。それで奴のストームジェネレーターを止められるはずだ。いいかいスライ、覚えてる？青い光のところで丸ボタンを押せば回答アクションができるんだからね。